河村たかし政治塾は国会議員や地方議員の候補者養成を目指して9年前に始まりました。前回からおよそ5年ぶり4回目となる今回は来年2月下旬から7月にかけて開かれ、河村名古屋市長のほか現職の議員や各種の政策の専門家による講義などが予定されています。河村市長は会見で政治に熱意を持った人たちの参加を呼びかけました。まあ、例えば減税だとか、子どもさんを一人も死なせない名古屋、日本を作っていくとか、まあ、いいこともできますので、ぜひ皆さん、チャンスをゲットしてほしいと。参加費は1人3万円、定員は20人で、年齢制限はなく、募集は来月から始まります。